はい、こちら、オラクルさんの、夜用クリーム、ナイトクリーム、クリームルネサンスの動画になります。こちらですね、20ml で、1万円と非常に高いクリームとなっておりますが、この容器のプッシュ式の高級さと、そしてこちらの成分の良さですね、変なもの入っておりません。多分ですが、この酸化防止剤としてビタミン E、トコフェロールと入っておりますが、密閉式のこのような容器でないとなかなか中身が劣化するのかなと思います。それでわざこのような高級な容器に入っているのかなと思います。それほどに、まあ、成分がシンプルで良いせいかと私は思います。で、まあ、こちらの中身ですね、ちょっと出してみます。光っておりますね。こっちに出します。1回で2プッシュの使用なんですが、1プッシュ出します。とりあえず1プッシュいきますよ。おりゃ、出ました。1プッシュでこのぐらいの量が出ます。で、テクスチャーですが、もう全く普通のクリームと何ら変わりありません。こんな感じですね。非常に鼻のいい香りもします。この材料でこのようなテクスチャーのクリームが作れるというのが非常に私個人としては驚きであります。本当に普通のクリームと全く何ら変わりなく使えます。まだお肌に塗ってもピリピリとした感触も一切なく、私目元非常に弱いんですが、目の際まで塗っても全く問題なく使えます。非常に恐ろしいオラクルさんのナイトクリームルネサンス、違いました、クリームルネサンスです。まあ多少お値段が高いのも致し方ないかなと思います。この、高級容器とこの成分の良さですからね。まあ、詳しいことはまたブログの方で、ご紹介いたしますので、興味のある方はまたブログの方覗かれてください。では、オラクルのクリームルネサンスの動画でした。